皆さん、こんにちは。痛みの専門家、富永ペインクリニック院長、富永清です。今日もお昼の気軽なオンライン診療、健康相談、ようこそ。皆さん、今日はですね、PCR 検査と、そして抗原検査について、わかりやすく説明していきたいと思います。もうですね、最近はですね、また、新たな感染者出ましたっていうニュースにも、あまり反対にビビらなくなって、慣れが生じてきてしまっているんじゃないでしょうか。でも蔓延してきているわけですから、実際対岸の火事と認識していたコロナ感染、非日常だったはずのコロナ感染、新型コロナ感染が、実は私たち自身も非常に危機感が迫られている状況になっているからこそ、日常に紛れてしまっている、そんなリスクもありますよね。ですから今日は改めて、もしあなたが、そしてもしかしてあなたの大切なご家族、友人、恋人、知人、そういう方々がですね、咳、発熱、味覚障害、このような時にどうしたらいいんだろう、いや、こうするんだ、分かってるよ、と思っていてご存知の方もいるかもしれないけれど、今日は改めてもう一度手順、こういう風な流れでね、進んでますよっていうことをお話ししていこうと思います。ぜひ皆様ですね、いいね、コメント、よろしくお願いします。こちらの方にですね、ライブ配信のね、もう楽しい参加方法を書いております。もう軽やかにハートマーク押しちゃってください。そしてコメントシェアは気軽にひょいひょい、よろしくお願いいたします。でですね、あ、これはちょっと聞いてみたいな、かかってみたいなと思われた方はこちら。富永ペインクリニックオンライン診療24時間予約受け付けておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。よろしくお願いします。今日はですね、もう PCR 検査と抗原検査っていう話なので、二つ話さなくっちゃいけないから、ちょっと駆け足になっちゃうかもしれない。でも、わかるポイントのところからもう一度お話をしたり、ご理解いただこうかなと思っています。確かに新型コロナウイルス感染症、よく聞くんですけれども、実際どんな症状で発病している人が多いかなっていう話ですね。一番多いのはですね、新型コロナウイルス、特にですね、肺、気管、呼吸器にですね、侵入することが多いので、咳、発熱ね。まあ、これだと最初はもうインフルエンザとか、いわゆる一般的な風邪との差がほとんどつきません。で、咳、発熱、そして、ちょっとこれが特殊な場合で、味覚障害。このようにね、味がちょっとわかりにくいとか、なんだかいつもと違うコーヒーが変な味がするとか、ちょっとおかしな味がするとか、味覚が低下したと思ったら、ぜひ症状を疑いますよ。これらのいわゆる症状、一般的、どれかを含むでも結構です。あった場合は保険適用ですね。検査も保険適用になります。しかし、これらの症状がないの。だけれども、例えば近所でコロナの発生がありましたとか、よく行くスーパーや会社で知人がどうも感染されたらしい。こういうふうになると、症状はないけれど、しかし調べておきたいなっていう気持ちは起こるんじゃないでしょうか。こちらの方は症状がない方ですから、保険適用外の自費診療ということになります。これがね、国民皆保険制度の大体の基本です。症状がない方は健康とみなす。だから、検診もそうでしょ。自費になるでしょ。そして、もし、あなたが陽性だと判断されたら、そして検査したときに陽性じゃなくても陰性でもどうなっていくかなっていう話。まず流れ。検査の流れ、手順をまずおさらいしましょう。PCR 検査、抗原検査を受けたい。なんだか熱っぽい。なんだか咳がある。嫌だな。嫌な症状があるな。と思われた方は、病院に行っちゃいけません。病院行かない。行かずに、お電話、もしくは当院のようにオンライン予約、まあ、うちは電話も受け付けております。お気軽にどうぞ。直接行っちゃいけないのね。で、これは二次感染を防ぐためです。そして病院、かかりつけ医の先生の指示を仰いでください。なぜかというと、今、日本の中の医療機関では、ずっと診療時間内に発熱外来を併設している病院というのは少なくて、ある一定の時間にだけ発熱外来を開設しています。そしてその時間っていうのは、その医療機関、各医療機関が曜日や日時を
決めている。だから私たちが今受けたいわと思って行っても、発熱外来じゃなかったら、他のいわゆる高血圧や糖尿とかね、違う病気の患者さんと発熱の人が混じってはいけないから、出入り口を変えたり、もしくは診療体制、さっきの時間だったり場所だったり、こういうのを変えるように指示が出ていますよ。ですからまずはお電話、オンライン診療などでご確認をくださいね。で、次に、症状がありますっていう人は、もう病院に来ないで発熱センターをご紹介されるはずです。で、そちらの方に行ってですね、保健所などに、まあ、ここからの検査結果によって保健所に連絡するとかね、どのような指示があるかはまた別、症状の有無、検査結果の有無でまた決まります。実際、県外に行ってきました。少し心配なんです。PCR 検査を受けたいんです。っておっしゃられて症状がない方の場合、こちらですね、ない方の場合は、自己負担によるいわゆる保険適用外の PCR 検査、抗原検査になってきます。よろしいでしょうか？あ、今日もコメントありがとうございます。英子さん、こんにちは。絵で解説していただくととってもわかりやすいです。先生、絵もお上手ですね。うわ、すっごい嬉しいわ。ありがとうございます。もういつもね、手書きのテロップでやってますんで、わかりにくかったり、こうしてくれとかっていうのがあったら、ぜひまたコメントくださいね。こういうふうにですね、図で見ると、あ、そうかってわかることも非常に多いので、チャート式を私は多用するようにしています。まあ、仕事の時もそうです。で、もし症状がないんですとおっしゃられる方は、PCR 検査を自費で受けていただくことになります。この価格もですね、大体どのくらいで受けられますかっていうと、これね、いろんなニュース、ネットでいろいろ比較対象できると思うんですけれども、いわゆる医療機関が行う PCR 検査、病院で行う PCR 検査と、病院じゃない検査だけする検査センターっていうのは、まあ、2つあるわけよ。まあ、保健所はちょっと置いといてね。となると、病院でする方と検査だけするっていうのにすごく大きな差があって、病院の方ですると大体2万円から PCR 一つでね、一回お一人で大体2万円から4万円ぐらいかかるのが相場になっています。検査センターっていうのになると、そこには医師などの介入はなくって、自分でキットを自分で検査して、その判別も自分で行うっていうことになります。で、医療機関で受けると、医師や看護師らの手を借りて、そして判別も医師の判断で行っていきます。ですから、自費医療といえども、もしここで陽性が出た場合には、医療機関の場合は保健所に報告義務が生じます。いろいろな差があるんですね。ここに PCR 検査を受けたいと思われた方は、お車でもうそのままクリニックの方にいらしてください。そしてね、車の方から出ないで、もうそのままいらっしゃって、そしてそこに医師が歩み寄る感じで、もう車の中にいらっしゃる形で問診をして、そして医師の判断により PCR、唾液の検査を行っていきます。PCR 検査はスピッツに対して、一つの入れ物に対して 2cc の唾液を貯めていただく。まあこういう形ですね。そしてこれが、この検体が取られましたら、無症状の方ですから、この車のままご自宅へご帰宅いただくというのが検査の流れですね。で、いただいた検体、唾液については、これは病院から検査センターの方に送ります。検査センターは、この検体を分析して、その結果をご本人ではなく、病院に知らせます。この病院が受け取ると、この病院は結果を患者さんにお伝えすると。まあ、こういう流れになります。でも、これは陰性でしたよって言ってね、検査結果を報告するのはね、あ、そうですかってなるんですけど、ところが、今回、無症状でしたが、自費で行ったんですけれども、検査結果を見てみたら、陽性でした。この無症状の人は検査をしたら陽性でしたよっていう時には、こちらの病院から保健所の方に連絡が行きます。そして、陽性者が出ましたということで、保健所がこの方、検査に来られた方の住所とか症状などを医療機関から情報をもらって、そして自宅待機にしなさいとか、もしくはこの近くのなんとか病院に行って入院の手続きをしてくださいっていう話の指示が今度はご本人に飛んできます。でですね、これはですね、各医療機関のキャパシティとか、まあ、
各都道府県のその余力ですね、どのくらい今ベッドが空いてるかとか、どのステージの人が実際病院を受けたかによって、その先は判断が異なってくると。だこういう流れになっています。ね、PCR 検査、今ね、本当ニーズが上がってて、たくさんの人が感染されていらっしゃるので、職場の同じフロアじゃないんだけれども、同じビルの中の人がどうも出たらしいとか、近所のところで出たらしいよっていうことで心配になって、咳が自分もちょっと出たんだけど、コロナじゃないかと思って、もう心配でおられないとかね、いろんなことで受診される機会が増えています。さて、またコメントいただきました。ありがとうございます。金子さん、こんにちは。こんにちは。はい。エイコさん、先生のところでは最近では1日あたり平均でどのくらいの検査を行っているんですか？これね、当院は愛媛県松山市っていうところにあって、県庁所在地なのね。県庁所在地で普通の、まあ、市内にあるんだけれども、ね、多い時はね、10人超えていきますね。だいたい平均すると、まあ、5人前後みたいな感じです。で、これもね、年齢も様々で、保育園とか幼稚園でクラスターみたいなのがね、起こった時はやっぱり、ちっちゃいお子さんたちができるところを探して来られたこともあるし、高齢者の方だと80歳回ってらっしゃる方もいらっしゃる。また、海外からね、研修生で日本に来られた方々は、かかりつけ医を持たれていらっしゃいませんから、彼らがかかりつけ医いないので、症状はないんだけれども、当院で PCR 検査を受ける。まあ、こういう形もあります。また、新しいね、職場に就職される方とかね、症状は全くないんだけれども、会社の方から一度調べておいてくれないかなっていうニーズもあります。まあ、ニーズはですね、これから受験も始まりますしね、世の中でね。そうすると、今まで県外をまたぐような生活をされていなっしゃらなかった高校生だったり、その親御さんだったり、新しい動きが日本中に起こるかもしれませんね。今年の受験、まあ、高校生の受験においては、センター試験でね、もうすでにその結果で、まあ、二次試験と呼ばれるね、本試験の方をせずに、その結果で、やはりもう合否を決めるという大学も出てきましたし、また二次試験によって日本中が若い世代が、こう、交通、公共機関を使って移動するっていうのが、まあ、2月の末から3月、まあ、入ってますからね、日本のスケジュールとしてね、これがどのように影響するのかなっていうことは、医療従事者としてもすごく気になって見ているところです。はい。はい。英子さん、ありがとうございます。何度もすみません。いやいや、こちらこそありがとうございます。嬉しいです。唾液 2cc ってどのくらいですか？なかなか出そうにないんですけど、出にくい方はどうされてますか？はい。これですね。2cc のイメージってね、なかなかつきにくい、少ないよねって思われるかもしれないけれども、今日は本物の、PCR のサンプルを持ってきましたのでね。どのくらいかっていうと、私の顔の横にするとわかるかな？このスピッツの2って書いてある下から赤いマークで入ってますね。2まで入れるんですね、これ。こんな感じ？このくらいな感じですね。結構ね、検査を受ける人も初めてだったり、また異空間で受けるし、感染するんじゃないかなっていうストレスの中で、唾液を溜めようとするので、交感神経がいつも緊張した状態なので、唾液が出にくい。口がカラッカラになってね、なかなか出にくい方もいらっしゃいます。そういう場合はですね、当院などはレモンをね、持ってきて、見せながらね、うっとかって言いながらね、ちょっとね、そこで笑いが出る。で、緊張がほぐれることで、また唾液が出やすくなるっていうふうなね、ことをして、工夫したりしてますよ。うん。ありがとうございます。うん。PCR 検査ももうちょっとね、一般的になるとね、受けやすいんだけどね、やはり価格の問題であったりとか、どこの医療機関がやってるかっていうことがなかなか把握できない方もたくさんいらっしゃると思うので、まあ、そこが問題なのかな。うん。まあ、次、行っていいですか？で、今、先ほど、ね、受験生の問題の話をしました。なぜかというと、これから2月から3月にかけて受験生の大移動が起こる可能性があるよねという話をしたからです。でも、皆様の働かれている世代の方におかれましても、学校に通学されていらっしゃる方々におかれましても、集団で同じ建物に、こう、
いるという環境ですから、職場でのどのような対応をしたらいいのかなという話もしておきましょう。職場の4つの打開策も、これはもう前から言われているこの4つですね。職場の場合4つ。換気を十分にする。密を避ける。共有物を少なくする。そして休みを取りながら仕事の無理をしない。要するに免疫が下がったなと思ったら感染しやすいということで、免疫力を下げないようにする。まあ規則正しい生活をするなどもそうでしょう。職場の4つの対策として換気。で、皆さんどのくらいオフィス換気されてます？何人に対してどのようなっていうところあると思うんですけど、当院富永ペインクリニックはですね、こう待ち受け、待合室に患者様が並ばれていた時の二酸化炭素っていう室内換気と空気の滞る指標である二酸化炭素を調べる検査を行いました。外部機関に委託してです。でですね、厚労省の設定によって1000ppm を超えているような二酸化炭素濃度では、その部屋の換気が不十分であろうというふうな指標があります。そこで、CO2 をですね、こう1週間ずっと測定し続けるんです。24時間。そうするとね、本当に面白いことが分かって、こう患者様が増えてくるじゃない？待合で。始業が、うちの診療時間開始が9時なんですけど、9時になると8時、もう45分ぐらいからバーッと CO2 が上がってきて、そして動き始めて、で、12時半に午前の診療が終わるんですけど、12時ぐらいになると患者様が減ってくると。そうするとね、CO2 もね、ダーッて減ってくるの。で、次に、こう、一旦午前の診療が終わると窓をね、フルオープンにするのね。換気をさせる。そうするとその CO2 の使用がブーッと下がってくる。ゼロにはならないんだけど、ブーッと下がってくる。そして今度午後の2時に再開するんですけれども、午後の診療が。そうするとまた午後の診察を受ける方々が少しずつ患者さんが増えてくると、二酸化炭素がぐーっと上がって、そして3時ぐらいにピークを迎えて、あとはなだらかに減っていく。で、まあ結論から言うと 1000ppm はもう1週間ぶっ通して全部測った、24時間測ったんですけれども、1回も 1000ppm を超えることはなかったし、また休日、日曜、月曜が休みになっていますので、その時はやっぱり微動だにしたいんですよ。誰も来ないから。ああいうのってセンサーっていろんな形で IT って私たちの暮らしに入ってて、ね、誰も痛いこともしないし、知らないうちにしっかり測定ができていて、その建物自身の換気効率っていうのが測定できるようになってんだな、すごいなと思いました。CO2 のね、こう測定機器なんかね、こんなちっちゃいんですよ。ほんとほんと。ほんとちっちゃい。こんな軽いの。で、それをね、患者様の部屋、まあ、待合室のところの一角にポンって置いとくだけなの。で、置いておいたらね、ずーっと24時間、パーって。そしてその結果をね、飛ばしてるの。で、それをセンターが集めて、24時間換気の状態をしっかりレコーディングしておくね。すごいね、最近の IT はね。うん、あ、そう、換気の話でした、換気。だからね、職場でできることもあります。いろいろなこと。密を避ける。まあ、うちだとパテーションも入れてたりします。また、共有物を避ける。ね、ディスポーザブル。一回使い切りタイプのキットをたくさん使う。そして、定期的に休んだり、体に無理をかけない生活、免疫を落とさない生活っていうのが今のコロナの時代のすごい重要なことになってきますよね。さ、うん。さて、もう一つ。じゃあ、もうもっぺん基本に立ち返ろうよと。もう、検査もするし、ちゃんとやるんだけど、検査をしなきゃいけないような状況に自分を追い込まないようにするのがすごい大事じゃない？だから、感染を防止できる。これは大人も子供もみんなできることで、基本中の基本でみんな知ってるよとか言いつつ、中だるみになるから、世の中。ね。もう一遍、三つの基本。はい。距離を取りましょう。そして、マスクをつけましょう。三つ目、手洗いの礼行。私ね、1月の28日に、あるテレビの収録を、の取材を受けたんですけれども、その時にね、テレビカメラがこう回るじゃない？そしてアナウンサーの方がいらっしゃって、そのアナウンサーが質問されたことに対してこう答えるじゃない？昔だとさ、
こういう、なんかこれ、まあ体温計だけど、こういうマイクでこう言って、なんとかなんとかです、どうですかみたいな。こんなことやってるね。ハンドマイクね。で、距離はすごい1メートルぐらいで、一つの枠の中、テレビ枠の中に、まあ言うと、アナウンサーの人と、こう答える人が入るような画角だった。それがさ、マスクしてんですよ。だけど、マスクしてても、身体的距離をしっかり取りましょうねって言って、コロナの時代だからね、インタビューも必ず2メートル、2メートル空いてる。で、かつね、医療機関っていうのに対して取材を行うときは、基本は屋外ですっておっしゃられた。どういうことかというと、こう、外から持ち込まれるっていうのを、やはり介護施設であったりとか、医療機関に外から持ち込むというのはもう厳禁ですから、面会とかね、そういうものも非常に制限している現代ですからね。取材も私はもう屋外で受けてました。でね、もうね、テレビでね、撮影されるからと思って、私朝からね、実は美容院に行ってたのよ。その日ね。ちゃんと美容院に行って、ちゃんとテレビ積んなきゃとかって思ってたのにね。屋外だったからさ、インタビュー受けてる時にさ、風がブワーとかってきて、もうまあすっごいことになっちゃって、ボッサボサになって、キャメラマンの人があまりの髪の毛に、先生ちょっとここは止めましょうとか言っちゃって。なんか、ボサボサです。また放送時間決まりましたらお伝えしますので、お楽しみにしてください。ボサボサで映ってると思います。もう本当朝の苦労が何だったんだろうと思うぐらい。まあ、そういうこともありながらですね、いろんなことを世の中に啓蒙しています。でね、まあ、今日のメインテーマである、もう一度、お話を戻すと、抗原検査と PCR 検査についてお伝えしておきましょうね。よく単語を聞くんだけれども、何が違うんだって話から言っとこう。まあ、今日もこのテロップ、じゃん。で、抗原検査、PCR 検査、抗体検査。まあ、このような検査、いっぱい聞いてきたと思うんですね。で、この3つの検査の中で、抗体検査。抗体というのは、ウイルスがいたときに、そのウイルスに対して私たちが感染して免疫を作る。この抗体、免疫抗体反応の抗体ができている、この抗体を血液から採取して調べる。だから、抗体検査が陽性でしたと言われると、今、その人の体に、ウイルスがいるかいないかはわからないけれども、いつかどこかの時点で抗体ができる。すなわち、この人には感染既往歴がありますよ。でも、抗体ができているから、今の健康な状態を保てていますよ。というね、マークなの。これが抗体検査。今までにこの人がかかってるよっていうね、証拠なのね。で、さっきお話しした抗原検査と PCR 検査。これね、何なんだっていうと、これは両方とも、今、私の体の中に、もしこれが陽性で出ると、私の今、体の中にウイルスが現在いますよ、という、この指標になる検査なのね。で、この抗原検査と PCR 検査、何が違うのっていうと、まあ、ウイルスを、まあ、軽い、まあ、イラストで描いてみました。この真ん中の、こう、なんか、ウニみたいな形のが、まあ、新型コロナだと思って。本当はね、新型コロナっていうのはね、RNA ウイルスっていうことだから、こんな立体的でたくさんな、こういう構造じゃなくて、もっとシンプルな形なんだけど、わかりやすいようにちょっとウニ風に書いてみました。で、こう、ウニの突起に当たる、この黒いね、突起に当たる、これがね、あ、黒い突起のこんな形だから、これ、バフンウニだよねとか、わかるわけじゃん。うん。ウニだっていろんな形あるでしょ？ウニはウニでも。でも、この色と、このウニの突起の長さとか、そういうので、なんとかウニって決まるじゃない。そんなイメージでね、こうウイルスっていうのも、この突起があったり、ここが短かったり、ここ四角だな、丸だなとかね、そのウイルスに顔形に相当する構造があるんよ。まあ、タンパク質のタンパク構造自身を見て、あ、この形だもんねっていうことを、このタンパク質、新型コロナウイルスの形だわというのを認識させる検査が抗原検査なわけ。ルックスじゃない？ルックス。これが抗原検査。
だけど、PCR 検査っていうのは、ルックス関係ないんよ。壊れとってもいいんよ、反対に。この中にある、ウニの中にあるっていうのは黄色い部分だよね。あのイメージね。遺伝子配列。要するに、新型コロナ上、コロナウイルスの遺伝子そのものの配列を調べてくるのが PCR 検査。なので、いいことと悪いことっていうのが2つあって、抗原検査っていうのは、こう、ルックスのこの決まりきった形、この形を検出してくるので、ある一定以上のウイルス量、まあ、すっごい少ないと分かんないよ。形だから壊れているのがいたりとかするからね。だから、一定以上のウイルス量が必要です。でも、この形さえ認識ができれば、その場で分かります。なので、所要時間が30分でできます。だから、現地の病院に行って、はいはいってやって、心配なんですって言って、そこで、鼻の液とか取って、調べて出たらもう出ました。みたいな。今度ね、いいことよね。じゃあ、PCR 検査のいいとこと問題点どうなのっていうと、遺伝子配列を調べてくる検査ですから、もう間違いようがないと。まあ、これはもう、ザ・コロナだよと、新型だよというのが分かってきますと。なので、ごく少量のウイルスで判別ができる。まあ、形にとらわれずに、たとえ形が壊れていても、この塩基配列の遺伝子配列さえあれば、これは PCR でもう見たらウイルスだと判別ができる。だから、検出率は抗原検査よりも PCR 検査の方が高いと考えられているわけね。ただし、問題点っていうのは、すごい少量のウイルスの、しかも遺伝子配列を取ってくるから、検査機関に持って行って、送る手間と、それを、こう、コピーして、大きくしていって、判別するまでの時間、所要時間がかかるのね。だから、まあ、30分経ったらどうかわかるよ、みたいな、そういうもんではない。ただ、精度が高い。それでも 100% じゃないんだけれども、まあ、精度が高い。まあ、こういうふうなメリットがあります。コメントいただいてます。ありがとうございます。成田さん、こんにちはです。こんにちはです。土曜のお昼からありがとうございます。今ね、ほんとね、まあ今日、まあ昨日か、昨日29日の時点で新しい感染者、愛媛県で7人、まあ少し下火にはなってきてるんだけれども、やっぱり重症者の方も今戦っていらっしゃる人もいます。新しい感染者を防ぐ。要するに私たち自身が感染者かもしれないと思う行動の規範をしっかりと守る。で、もちろん広げない。そしてもらわない。そういう、まあ、基本的な行動にもっぺん立ち返ろうよ。と。ね、本当、受験生を悪いって言ってるんじゃないんだよね。なんていうのかな。いろんな春になると、いろんな人間の動きがやっぱ起こる。確かに正月、年末年始も起こるんだけれども、社会的な動きがある春っていうのはね、転勤、転出、いろんな意味で動く。そうやって社会のルールで動く前にもう一度下火にしておくためにも、いろんなことを私たちが知って、今日できることをしっかりやり抜く。それによって私たちが健康で、また安定した世界を取り戻す。そんな気持ちで今日もライブを行っています。ね、距離をとって、マスクして、手洗いをよろしくお願いします。さあ、皆様今日もね、貴重なね、お昼に、まあ、ライブ来ていただいてありがとうございます。はい、まぶちさん、こん。はい、こん。今日もまたありがとうございました。次回のですね、定時の、Facebook ライブは火曜日と木曜日ですから、今度は2月2日ということになります。2月2日は定時なので、12時半から13時まで。その前にですね、私、ホームページをですね、2月1日にリニューアルしてですね、新しいホームページを、まあ、開こうと思って、この週末頑張ってやろうとしています。もしよろしければ、富永ペインクリニックのホームページも覗いてみてみてください。もうこれからの新しい時代だと、私が考えている、まあ、方針、方策。まあ、一つには、非接触型、非対面式の診療を進めるべきだと考えているので、一つはオンライン診療を少し進めていくっていうことですね。で、もう一つはですね、うちはフィットネスジム、運動器、要するにコロナ
前の運動ができなくなって足腰が弱った高齢者、非常に社会的弱者、こういう人たちの足腰が弱くなっていることを非常に認めます。皆さんの介護度が上がってしまっていたりしています。ですからできるだけ接触をしない形でご自宅でできるラーニングシステムですね、 IT を使って e ラーニングのフィットネス、もしくは VR バーチャルリアリティですね、こういう短時間でもいいからバーチャルリアリティで体を鍛えていくシステム、このような運動システム、新しいね、ウィッツコロナの時代の、フィジカルフィットネス、まあペインクリニックで健康寿命を伸ばすっていうことをどんどん探求していきたいなと考えています。でまた他にもオンラインの無料成功通60秒診断シートとかね、なんか楽しいじゃないですか。みんなでこう、まあ、お医者さんのホームページとか行ったらなんか診療時間と専門家となんかね休診日とかね、そんなんだけっていうのが、なんかこのホームページに来たらなんか遊べるなとか、うわまた新しい情報がこんなの来てるよとかね、今がんの遺伝子検査を入れてみたりとか、これからの新しい医療ってどうなるんだろう、非接触型の診療ってどうなるんだろう、それでしかも医療の質を落とさず日本全国医療格差をなくして皆様に健康的な生活を送るのはどういう形があるだろうと思ってね、毎日考えてやっております。で今度は2月1日がホームページが新しくなる日なんですってことはですね、多分きっと日曜も月曜日もライブするな、だってお知らせしたいもん。あ、まぶちさん、はい、こんにちは、名古屋からです。こんにちは、ありがとうございます。ということで今日はお昼時、ちょっと時間を2分オーバーしてしまいました、ごめんなさい。ではまたお昼のオンライン診療、そして楽しく健康相談、楽しみにしておいてください。ではまたお会いしましょう。またねー。